どうもペーターです。信長の野望新政攻略やっていきたいと思います。はい、今回はですね、合戦で威風強を出す場所ですね、そこをね、ちゃんと皆さん選んでますか？はい、威風強のポイントを起こすポイントによって、取れる城の数とかも変わってきますので、今回はねそこの紹介をしていきたいと思います。もうね皆さん気になってると思いますので、威風強で城11個取れるポイントを発揮いたしましたので、お教えしていきたいと思います。はい、城11個取れるポイント、そこはですね向かっていきましょう。今武田家で、織田家を攻めているところでございます。さあこの辺り行きます。で、基本的にはこの、大阪周辺、近畿周辺っていうのは、めちゃめちゃ城が密集してるので、ここがいっぱい城を取れるポイントになります。もうやった感じ、ここが一番だと思います。はい、で12個のポイントはちょっとまだ見つけれてないんですけど、まあどこかにあるんじゃないかなとは正直思ってます。まあただ、まあ、ちょっとね合戦起こしやすさとかも考えて、まあここが一番いいポイントなんじゃないかと僕では思ってるので、お教えしていきます。はい、行きましょう。もう早速こんな言ってないで。この相良なんですけど、ここ今相良っていうポイント、相良郡なんですけど、まあ、ここではなくもう一個上ですね、この続きかな、続き郡っていうところになりますので、そこで合戦を起こしていきたいと思います。ちゃんとね場所も選んで起こしていくのが正しい合戦のやり方でございます。はい、合戦シーンはいいと思いますので飛ばしていきましょう。はい、では行きましょう。威風強続きですね。はい、威風強、こんなでかい取り方するんですよね。何ですと。はい、この通り11の城が取ることができておりますと。この続き、このポイント覚えてください皆さん。ここですね、昇龍寺の下でございます。はい、で、まあ、もっとうまくやれば、この、八神、八神かなとか、花熊とか、岸和田を取って巻き込んで12にすることもできなくはないと思うんですけど、その、なんていうんですかね、その、AI が待機する場所がこの昇龍寺だったりするので、この辺とかはやりにくいですよね。実際、刀とかでできたらいいんですけど、刀とかで行くとなかなかできないんで、まあ、ここが一番ベストポイントかなと自分では思ってます、今のところはね。はい、まあ、この辺で起こせるやり方とかもねちゃんと発見したらやろうと思いますので、皆さんお楽しみにということで、近畿の最強ポイントでございましたということで、もうこのまま別のポイントも紹介していきたいと思います。はい、まずは関東の最強ポイント、僕が見つけた最強のポイントを移りたいと思います。はい、関東のポイントでございます。北条攻めですね。北条の城も結構この辺ねいっぱい固まってますので、この辺で威風を起こしていくといいかなと思っております。まあ、この辺りとかもね良さそうなんですけど、ちょっとねこっちから行くのが結構大変なのと、小田原を取らないといけないので、ちょっとねこっからまだ結局本拠が移っていってしまうので、この辺が本拠になるとちょっと取りにくいかなって思いますので、一旦ここで起こしていきたいと思います。はい、でこのポイント進めていきましょう。関東のポイントでございます。今唐沢山城狙いにしております。はい、でここまで来ております。今唐沢山城の横、張田っていうものかな。でポイントはここ足利でございます。足利を狙っていきましょう。はい、ということでこの足利ですね、この足利で戦いを起こすとどれぐらい城を取れるんでしょうか。ここが、関東の最強ポイントだと思ってます。はい、では来ました。威風強を起こしていきましょう。足利でございます。足利での威風強です。威風強、はい、という感じで、こんな感じですね、取れますね。
はい、8の城と52の軍が寝返りという形になります。はい、取れた城はこんな感じ。宇都宮、結城、古賀、唐沢山、新田、金山、押し城、川越城、八形城の8城でございます。はい、でもうちょっと下で起こせば、岩槻取れるんですけど、この恵比寿っていうところでもいいです。ここかここで起こすと取れます。で、恵比寿で起こすと岩槻取れるんですけど、宇都宮城が外れちゃうんで、結局8城っていう感じなんで、この2つのポイントでございます。まあやりやすさを考えると足利か恵比寿だと思います。こことかね、この皆川とかこの三川っていうものかな、三川はあれか、あれすぎるか、香川すぎるか、まあこの2つのどっちかで起こせてたらいいと思うんですけど、まあ、ちょっとこの辺にね固まっちゃうんで、こっちから攻めるとね、なんかこっちからこう来たらもしかしたらこの辺がいいかもしれないんですけど、まあ、そこはちょっと試せてないので、まあ、伊達家とかでやった方はこの辺から攻めるのもおすすめしておきましょう。この辺かな、この辺かな、うん、ここだな、ここだと思います。はい、が関東の最強ポイントだと思います。まあ仮にね、北条、相手が北条じゃない場合は小田原も取れると思うので、こっちの方ね、この辺りとかは強そうなポイントかなとは思いますが、まあ試してみてください。はい、ということで関東の最強ポイントでございました。はい、続いて愛知県いきましょう。はい、続きましてバーサス織田の時のポイントでございます。愛知県ですね、この名古屋城の下ですね、この古都、ここですね、ここを目指していきたいと思います。はい、ちょっと分断ちょっと調整してきましたんで、はい、やっていきたいと思います。古都の戦いでございます。威風今日こそ何城取れますでしょうか。はい、では終わりましたので威風今日起こしていきましょう。威風今日、そんなことが。はい、ということで、8の城と53の軍を取っております。はい、ここが愛知県の最強スポットでございます。まあこれ以上はね、多分ここでは無理なんじゃないかなと思います。はい、愛知県ではここが最強以外の何者ではないと。まあこの取りやすさも含めてね、まあその難しさとかもあんまりないんで、まあ、この名古屋城、鳴海城を飛び越えての、名古屋城攻めをするとこういう感じができますので、皆さんもお試しくださいと言っておきます。はい、では最後九州の最強ポイントをお教えしていきましょう。はい、では続いて九州の最強ポイントでございます。 VS 島津でございます。はい、まあねこっちの東日本というか東側から攻める形しか基本的にはちょっと難しいかなと思ってます。下からで行ったら、まあ、ちょっと別のポジションを考えなきゃいけないんですけど、まあ、今回上からのポジションでちょっと、勘弁してくださいという感じにしてください。で今回のポジションは、安でございます。はい、古書三条の左上、安でございます。はい、このポジションで起こしていきましょう。さあ、では合戦終わりましたので威風今日起こしていきましょう。安でございます。安での戦いでございます。はい、威風今日ということで、大きく威風を起こしてまいりましたと。はい、こちらも、8の城と50の軍を寝返りさせております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。各地方で、威風を起こしていきました。まあ、九州とかもね、多分これ以上は無理そうだなっていう感じがするので、まあ、ここの8城がマックスなんじゃないかと思います。下からの場合でもこの辺を来て、こっち寄せ、左寄せでこの伊万里、大村の辺りを狙うのか、もしくはちょっと右寄り、久留米とかを攻めて白井谷が取れるかっていう感じはしますけど、まあ、その辺を狙うのかっていう感じになるのかなと思います。もしかしたらこっち側からこの同じように安あたりを狙うのが一番いいかもしれないですね。それともこの辺の筑後山本とか三原っていうものかな、この辺を狙っていくのが
もしかしたらいいかもしれません。下からだそうですね。だからこの島津からやったり、長宗我部とかからやったりしてこっちを攻める場合ねっていう感じで、いかがでしょうか。はい、まあ、マックスは今のところ11条取れるところを僕は見つけましたので、まあ、12条取れるところもあるよっていう方はまた教えてください。ちょっと試しに行きます。はい、ということで今回はここでにしたいと思います。参考になった方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、また別の検証実況攻略動画でお会いしましょう。バイバイ。